日産フェアレディ ZC コカ・コーラキアノン。ルマン LM03C は、1983年、全日本耐久選手権、及び富士ロングディスタンスシリーズ参戦用に、ルマンガレージが開発したグループ C カー。エンジンは、日産の2.1リットル直列4、気筒ターボ LZ20 バイト型を搭載。スカイラインのシルエットフォーミュラ仕様を、グループ C 規定に改造した。 スカイラインターボシーを除けば、日産エンジンを搭載する、初のグループシーカーである。シャシーの設計は、ルマン商会の持月和夫、サスペンションの設計は、同社の持月博光。兄弟、親戚ではない。ガレージルマンとしても初のグループシーカーである。名称が、03なのは、F2GC 兼用車シ,シーサンダー l m 3 9スカイラインターボシーに次ぐ、 同社三代目のレーシングマシンということから。1983年、全日本耐久選手権がスタートし、また前年から始まった WEC ジャパンにも参戦、するため、日産は、スーパーシルエットに、同社の車両で参戦していた星のレーシング、ハセミモータースポーツ、セントラル20にそれぞれ、エンジンと資金を提供する形で、グループ C レースへ参入をスタートする。 三チームは独自の手法で耐久レースへの参入することになる。星野レーシングはマーチエンジニアリング社製のプロトタイプレーシングカー 83G を購入。ハセミモータスポーツは前年キャラミック時間に参戦したスカイラインのシルエット仕様をグループ C 規定に改造。そしてセントラル20は国内コンストラクターのガレージルマン製のシャシーを導入することになる。 空力デザインにおいては日産も協力し、同社の1、5風道も使用された。デビューレースは1983年富士 1000km。ドライバーは、柳田春人、和田隆夫で、セントラル20より赤いコカ・コーラカラーにカラーリングされ、エントリー。2戦目となる、鈴鹿 1000km 前のテストで全損のクラッシュ。2号車で、WEC ジャパンに出場するも、 給油規定違反で失格となる。翌1984年は、ノンタイトルのスガオスプリントレースで、初優勝。富士 500km では、日産エンジン搭載シーカーとして初めてとなる際に、表彰台を獲得した。なお、全くの純粋なレーシングマシンながら、日産フェアレディ ZC コカ・コーラの名称でエントリーを、していた。フェアレディのイメージにするために、 テールライトは、Z31 型フェアレディ Z のものを使用していた。ありがとうございます。